秋山くん。終わったか。これでようやく落ち着けるな。錦。なんだそれ。爆弾か。ユミ、バカなことはやめろ。ダメよ。100億はあなたに渡さない。ユミ、お前そんなに俺のことが憎いのか。まあそうだろうな。当然の話か。錦、お前まだ諦めていないのか。当たり前だ。俺はどんな犠牲を払っても東条会の跡目になる。なあ錦、そりゃ無理だ。お前神宮に踊らされていたんだ。神宮の本当の目的はな。なことは分かってる。分かってたんだよ俺は。え、どういうこと。言ったろキリュウ、俺は10年前お前を裏切ったあの日から誰も信用しちゃいねえってな。神宮が俺に話を持ってきた時から信用しちゃいなかったんだ。じゃあお前は全てを知ってた。ああそうだ、俺は負けたくなかったんだよ。俺はお前に負けたくなかったんだよキリュウ。俺はユミを愛してる。だがユミは一度も俺を振り向いてはくれなかった。ユミの中にはお前しかいなかった。10年前の事件の後、俺の目の前からお前という存在が消えた。その時俺は決意したんだ。運命を変えるためにどんな犠牲も払うってな。その犠牲が親さんやレイナだったっていうのか。そうだ、俺は100億を手に入れ東条会を継ぐ。そしてお前から弓を奪い返す。それで初めて俺の運命が変えられるんだ。錦山君、やっぱり分かってない。何、そんなことして何になるの。そうやって変えた運命じゃ幸せになんてなれない。あなたは自分に都合の悪いことから逃げてるだけ。本当に運命を変えたいなら辛いこともすべて受け止めて、それでも逃げないで立ち向かうことなんじゃないの。カズマやハルカのように。うるさい。どうしてお前は俺を認めてくれないんだ。錦。なんだ。俺にはお前の苦しさがわかる。俺は一番大切にしていたお前たちを失った。もう戻ろうと思っても10年前に戻ることはできねえ。もうその運命から逃げることはできねえ。だから決着をつけよう。なあ、決着をつけよう。俺たちの戦いに。
サラダがさ、お前とはもう一度一緒にやりたい。
ユミ、これは。ごめんね。私、あなたのことずっと忘れられなかったの。記憶を取り戻した後も、こうしてあなたのことを。私、弱い女だった。記憶を失ってからも、本当はあなたのことだけは、うっすらと覚えていたの。名前は思い出せない。でも、あなたの笑顔や仕草が浮かんでいた。でも誰だかわからない。すべてを思い出せない。そんなあなたのことを待ち続けることができなかった。だから神宮のことを。でもね、遥は何もかも失った私にとってたった一つの宝物だった。だから遥とお別れに行った時、思わずこのペンダントをあげてしまったの。私の一番大切なものを持っていてほしかったから。遥、私のせいで怖い思いさせてごめんね。カズマ、私まだやらなきゃいけないことがあるの。金はあってはならない。だからもう消そうと思うの。ユミ、ユミ！お母さん！ユミ、ユミ、しっかりしろ。大丈夫か？お母さん！やっと見つけた。私の金だ。どうした？何もできまい。お前らはこれで終わりだ。錦！こんな奴に好きにさせてたまるかよ。
最後のけじめくらい俺につけさせる。やめろ、やめるんだ、錦木、錦木。ユミ、ユミ、しっかりしろ。お母さん、ごめんね、ハルカ。やっとお母さんって言ってもらえたのに。ユミ、10年前、いや、それよりずっと前から言えなくてすまなかった。好きだった、お前のことが。これ、これ、あなたが持っていてくれたの。シンジが、シンジの奴が死ぬ前に錦から奪い返したんだ。よかった。また帰ってきた。あなたが私にくれた、たった一つのプレゼントだもんね。ありがとうね。私、結局全てから逃げてたのかもしれない。あなたからも、錦山くんからも。でもね、私、後悔はないの。あなたを忘れないために、また記憶がなくなってしまっても思い出せるようにって、この入れ墨を入れたの。月下美人、一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。お母さん、はるか、いい？どんなことがあっても逃げちゃダメ。逃げたら私みたいに幸せ逃がしちゃうから、いい？絶対に逃げちゃダメ。カズマだな。おい、やめろ。しかし、事情は後で話す。お前ら銃を下げろ。キリュウ、お前は悪くねえ。だが、この山で逮捕されたらもうシャバに出れん。俺についてこい。もういいんだ、伊達さん。ユミも錦も風間のおやっさんも、もうみんないない。だから、人思いに逮捕してくれ。ふざけるな！お前の戦いはまだ終わってねえはずだ。
かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。かけがえのない。そうだ、お前が無所に行けばこの子はまた一人だ。お前それでもいいのか。だってさ、会長待ってください。来やがったな。おい桐生、こっちだ。じゃあお前らしっかりやれよ。行くぜ。頼む。ちゃんと終わったのかよ、襲名式と引退式は。ああ、義理は果たしたつもりだ。しかし聞いたことねえよな、組長の襲名披露と引退式が同時なんてよ。で、五代目は誰にしたんだ。まあ、世良会長やおやっさんに恥ずかしくねえやつにしたよ。うん、誰なんだ。まあ、意外なやつだよ。おい、元会長つけられてるぞ。え、もしかしてあいつが五代目なのか。ああ、奴ならきっちり登場会を立て直すさ。じゃあ行くぜ。ああ、もう戻ってこないのか。さあな、また伊達さんから呼ばれることがあれば来るかもしれないぜ。そうか、だが残念ながらそれはないと思うぜ。俺はしばらくさやと暮らしてみるよ。今までになかった家庭ってのを楽しんでみるさ。おう、じゃあなおさら俺がいない方がいいな。ああ、もう胃が痛い毎日とはおさらばだよ。じゃあな、もう警察の世話になんじゃねえぞ。大丈夫だ、あいつと一緒なんだからな。そうだな。ああ、すまない、またしまったな。ううん、この子と遊んでたから。私もう行かなくちゃ。元気でね。連れてくか。ううん、ここにいればこの子はお母さんと会えるかもしれないから。遅くなっちゃった。ねえねえお母さん。ん？サンタさん今年も来てくれるかな。そうね、ゆうちゃんがいい子にしてたらきっと来てくれるわ。じゃあ私いい子にする。毎晩お母さんの肩叩いてあげるから。あら、ほんと嬉しいわ。それじ
早くお家に帰ってサンタさんを迎える準備しないとね。おじさん、帰ろう。ねえ、おじさんは何歳までサンタさん信じてた？え？いや、いくつだっけな。信じてたんだ。悪かったな。